春山選手。はい、じゃあ次イーロッカー行きましょう。3位を期待の女子選手のところに行こうよ。お、ちょうど松尾と、お、発見しました。A だって、松尾と三宅。 A だって、松尾と三宅です。はい、こんにちは。じゃあ自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。はい、山陽34期松尾彩です。よろしくお願いします。山陽36期三宅真央です。よろしくお願いします。はい、じゃあ丸山選手、うん、2人にちょっと、そうね、いろいろ聞いてみましょう。そうね、2人はさ、はい、何、SNS とかやらないんですか。私は公式でしかやってないです。公式でやってないし、アップもしてない。公式はたまにアップさせてもらってます。はい、近いですね。なんかあんまり上がってないっていう噂が。あ、 SNS そうですね、ネタといいますか、ちょっともうちょっと頑張って成績上げて載せたいと思います。いいですか。あ、はい、上げるって言っちゃいましたけど。あ、頑張ります。 あとね、松尾は山陽のやっぱ雨女で有名で。そうですね、自分は雨、はい、レース行くと雨が降る。はい、もうエンジンかけると雨が、思想行くと雨が降るっていう感じです。ですね。じゃあ真央ちゃんは。あ、じゃあ、はい、SNS はやってない。インスタがあるんですけど、ちょっと成績が悪いのでちょっと上げられません。そういうんじゃないよね。成績とかじゃなくて、やっぱさ、こうみんな成長していく過程を知りたかったりするから。はい、そうそう、そうですかね。そうそう、しっかりやります。そうそうそう、やっぱ大丈夫ですか、ね、映える写真なんか撮ってもらって、山陽とのやっぱ看板に、ね、二人でなってもらいたいなって。そうですね、はい、うん、頑張ります。頑張ります。山陽期待の女子レーサー二人。そうね、うん、うん。なんかアピールポイントとかありますか。アピールポイント、無茶ぶりですね。アピールポイント、自分のさ、その、そうですね、最近私のここを見てって。後半型とよく言われるんで、レース後半でちょっと後ろの方にいても諦めない走りで、ああ、ちょっと前の着を狙って頑張りたいと思います。追い込み型ですね。あ、はい、じゃあ三宅さん。すごい、成績が悪いんですけど、諦めない気持ちはずっとあるので、はい、最後まで諦めない走りをしたいです。あ、二人は仲いいんですか。仲良くさせてもらってない。仲悪いと言えないですよ。じゃあ最後に山陽オートのいいところ。山陽オートのいいところ、多分絶対出てないと思うんですけど、うん、おお、いいよ。女子部屋がすごく綺麗。せこいね。本当に綺麗で、どこの城よりも。そうなんじゃ。はい、一番綺麗です。これは誰も見れないね。山陽のいいところ。全体が優しいです。特に？特に？特に？ああ、そうなんだ。めちゃめちゃしたごまつってるじゃないですか。本当ですよね。こんな感じになっちゃってます。仕込んだ、仕込んだ。仕込んでない、そこ仕込んでない。仕込んでないです。自分の話とか聞いてください。そうなんじゃ。それをよく聞きます。まあ、上下関係はしっかりしようかな。縦社会ですからね、ここは。いや、すごくいい子です。ごまのすり合い。じゃあ最後に、何、一言、うん、一言、これからに向けて、うん、とにかく初優勝できるように頑張ります。すごい頑張って、はい、晴れの空で一着取れるように頑張りたいです。はい、ありがとう。ありがとうございました。じゃあ、山陽の女子レーサーでした。はい、ありがとうございました。また撮ってる。ちょっと硬かったですよね。完成。昭和。昭和です。ギリ昭和。ギリ昭和ですよね。ですよね。はい。こうやってきてみたら。ありがとうございました。ありがとうございました。